はい、どうも、世界の尺八パフォーマー白鳥よしあきです。今日も楽しく尺八吹いていきますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。今そうですね、やっているのが愛花のその2、第2回目になります。前回本当に前弾きのところしかやれてなかったので、なるべく、ね、回数少なく愛花のシリーズは終わりにしたいとは思っているんですけれども、自分がどんなポイントに意識しているかっていうのを、学生というか、僕が学生だった頃に、こういうふうなアドバイスもらえてたらいいなっていうような視点で、動画を撮っているので、そういった、のがですね、ちょっとした、役に立つと嬉しいです。で、愛花っていう曲は本当に、いい曲なんですけれども、現代曲とか、演奏するにあたって必要な技術っていうか、表現するのに必要なものっていうのがもうぎっちり詰まっているので、これ、しっかり練習するといろんな曲に生かされると思うので、もし学生の方とかまだ尺八を始めてこれから少しもう一歩レベルアップしたいなっていう方いたら、ぜひ、演奏していただけたら嬉しいですね。愛花、吉崎勝彦さんの曲ですね。はい、で前回は前弾きのところまでしか言ってなかったので、その続きのところですね、言ってみたいと思います。という感じですね。ここから、しっかりメロディーが、ラインが出てくるっていう形になりますので、これただ繰り返しっていうか、後半にまた同じフレーズが出てくるとかそういうわけではないので、ここはここで A メロみたいな感じにはなっているんですけれども、まだ導入部と言えるようなところなので、ここは、前の前弾きのところA の前半ですね、前半の部分を受けて、A の後半最後メロディーっぽいのが出て B へつながっていくっていう形になっていますので、まだその前奏っていう要素がかなり色濃く残っている場所ですので、その曲の雰囲気っていうんですかね、全体を通してこういう曲なんだっていうのを、このフレーズ自体は出てくるわけではないんですけれども、このフレーズに近い感じのものは、このフレーズっていうか、出てくるっちゃ出てくるのかな、このフレーズに近いような形、ちょっとメロディーラインはちょっと違うんですけれども、この形はなんとなく最後の方も多少踏襲されたものが出てきてはいるんですけれども、このメロディー自体は、ここの場面でしか出てこないので、しっかりこのメロディーも印象付けてあげられると、さらにこう引き込まれるので、本当に冒頭の演奏が雰囲気良くないと後半なんですかね、集中力持たないので聴いてる方も、どれだけすごいテクニックでやったとしても、ちょっと前半のそのやっぱり最初のファーストインプレッションの、その評価を覆すにはなかなか至らなかったりするので、やはり最初のところはしっかり雰囲気を、世界観を提示してあげるようにやっていただければと思います。ここの最初のローはあまり、ここもやっぱりピアノから入ってこうちょっと押さえつけるような感じですよね。で、レチハ、ハの半音は指で言うともうこの指ですね、下は押さえずにレチハって、僕学生の頃はそんなにちゃんとこう指とかつけてたんですけれども、やっぱりそれつけると動作が遅くなってしまうので、ここ次がロなのでつけてもいいのかなっていう感じはあるんですけれども、レチハの、動
き自体を滑らかにした方がいいので、ここはこの右手を使わずに左手こうだけ使うっていう歯の半音でやっていただいて、で歯の半音に行くときに軽く、これもやっぱりタンギングで少し、まあルまあフっていうかルっていうか、まあ軽くこう押してあげるようなタンギングを使うことで、このメリオンの音の弱さっていうのを少し補ってあげる形になりますので、まあ、そういうのをやっていただけると嬉しいですね。まあ これも次の一発って落ちる時も、まあ、歯の半音のところで少しタンギングをして、で、つのめりのところはタンギングはしないでそのまま落としていただくような感じになりますね。ここのにハロツーローのところは、ツーは僕は、まあ前回の動画でも言ったんですけど、この曲に関して言うと結構、ツの半音、まあのメリーを使うことが多いですね。ロのカリーでやるのはもう少し音圧が欲しい時にやっているので、この場面でもまだこうあえてツのメリーでやる、まあ、多分ツのメリーでやった方が意外と自然な感じになると思うので、まあロのカリーの音色の方が自分のイメージに合うっていう方は、まあ全然ロノカリでやっていただいて全然問題ないんですけれども、どっちにしようかなって迷ってるんであれば、ここの場面ぐらいまではまだツのメリでやっていただいた方が、まあ何ですかね、違いっていうんですかね、わざと使い分けてますよっていうのを後でアピールできるようになるので、まあ、自分の中でちゃんと使い分けているんだよっていうのを、ね、示してあげたいので、ここはツのメリでいく方がいいのかなってですね。まあ、あともまた繰り返しなので、1回目よりかは少しアグレッシブにいきたい感じですかね。まあ、なるべく同じフレーズが出てきたら1回目と2回目で少しは変えていくっていうのをやっていただくたいので、まあ、必ず何か自分の中でこれは変えているっていう部分を作っていただけるとですね。そしてまあ、こう押さえてさえいくのもいいんですけど、ちょっと吹き切り弓形で樹脂炎に受け渡してあげた方が、まあ、印象深くなるのかなと。一応 B からまた少し若干テンポを上げていくような形になると思うので、まあ、その勢いをつけてあげるきっかけの音に、まあ、受け渡しの時にそういうきっかけを与えてあげた方が樹脂炎もテンポを決めやすいんじゃないのかなと思うので、まあ、そこの表現はまたまあ、いろいろ調整しながらやっていただければと思います。と思ったら、まあですね、まあ、ちょっと細切れなんですけれども、あんまり長い動画にしたくないので、まあ、ちょっと意外と喋ってんな。まあこんな感じで、まあ喋りすぎてる気もするんですが、まあこんな感じでですね、まあ細切れに相変進めていこうと思います。どちらかっていうと後半の方が解説することは実は少ないですね。1回目に言った通り、もうテクニックっていうか、もう吹けるようになってくださいとしか言えないもうところになってしまうので、吹けるだけでも全然すごいっていう感じのところとかもあるので、そこはもうただ吹けるように、もうそれはもう反復練習するしかないんで、前半の方は逆にゆっくりでいろいろ変えることができるので、そこら辺を、まあ、こういう風な工夫を入れてみるとグッと来やすいですよっていうことで解説していきますので、まあ、またちょっと短いんですけれども、今日はこれぐらいに
したいと思います。こちらのチャンネルではですね、曲を深掘りしていったり、いろんな曲を吹いていこうと思っていますので、いいなって思ってくれた方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。尺八好きだよとか和楽器大好きだよっていう方もぜひチャンネル登録してください。で、今本当にいいなって思ってくれた方は高評価いただけるととても嬉しいです。なんか話してること分かんないっていう方もですね、まとめて高評価でお願いいたします。で、ツイッターブログやってますので、そちらもぜひ覗いていただけると嬉しいです。それではまた、そうですね、第3回目ですね、愛花やっていこうと思いますので、またそちらの動画でお会いしましょう。